どうも、PDR さんのゴミ箱へようこそ。今日は、さよなら天さんをやりたいと思います。は？遊び方の説明を見た方が良さそうですね。よし、大体わかった。もう一回やりましょう。もう一回。おい！あ、ごめん。ったく。で、このゲームとは、まあ、あんまり関係ないですけど、天津飯って最低の自己中クズ野郎ですよね。何をいきなり？だって、チャオズが、さよなら天さん、どうか死なないでって言ったんだよ。まあ、ナッパは死ななかったにしても、天さんに生きてほしいから、自分を犠牲にして死んだのに、天津飯は、チャオズ、仇は討ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけには寂しい思いはさせんぞ。おめえが寂しいだけだろ。だってチャオズはお前に生きてほしいから死んだんだよ。死んでどうすんだよ。チャオズに会いたいだけだろ。叫んだよ。チャオズの最後の死ぬ前の思いを踏みにじったお前はほんとクソ野郎だ。死ね。はあ。よってこのゲームには5ラテニアンポイントを与えます。マイナス5ラテニアンポイントじゃないの？いや、5ラテニアンポイント。だってクソチャオズを何回も殺すことができる最高のゲームじゃないか。これは何が天さん、僕の超能力聞かないだ。死ね。